ペトコパークで1日、日本時間2日に行われたナリーグワイルドカードシリーズのパドレス。ブレーブス戦を日本のファンもおなじみの大物 OB が観戦していた。現地の放送では名前が紹介され、XQ ツイッターでも、池ケオジスに元気そうと注目する声が上がった。同カードは米スポーツ局 ESPN で全米中継された。 2回のブレーブスの攻撃中、カメラに抜かれたのはブレーブス OB で楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏で、ビールを飲みながら最前列で試合を観戦していた。ブレーブスでは10年連続でゴールドグラブ賞に輝き、2005年には本塁打と打点の2冠王になるなど、言わずと知れたレジェンドで、ヤンキースなどを経て2013年から楽天で2年間プレー。球団初の日本一にも貢献した。 中継に移された大物に日本のファンも注目。まだホームラン打てそう、今すぐ仙台に戻ってきてくれ、AJ 級の選手また日本に来ないかな、懐かしい、AJ 池おじすぎる、といった声が上がっていた。